少しおひげの部分がボリュームが足りませんので少し継ぎ足したいと思います。それではツール選択ボタンをタップして、上から3番目のなぎなわツールを選択をタップして閉じます。続いてツールバー右から2番目のレイヤーをボタンをタップして、6のレイヤーを選択して閉じます。それではツールバー上の投げ縄機能ボタンの追加をタップして、おひげの部分をこのように拡大して追加します。このようにしてちょっと追加しました。それでは一度塗ってみたいと思います。ツール選択ボタンをタップしてブラシを選択します。そしてツールバー右から2番目のレイヤーボタンをタップして、先ほどの4を設定して閉じます。それではこのようにして少しひげのボリュームをつけました。それでもう一つの塗りつぶしの方の増やしたいと思います。今行った画像を一旦閉じて、塗りつぶしの画像を開きます。閉じます。ツール選択ボタンをタップして、下から3番目の
塗りつぶしのバケツを選択して、再度拡大して塗りつぶします。このようにして細かい部分のところまで拡大して塗りつぶしていただくと、縮小して見たときに細かい部分まで色がついていることがわかります。このように拡大縮小しながら全体を見てください。このようにして、見落としのないように色をつけてください。はい、このようにして塗りつぶしを作りました。あとは横に少し印をつけたいと思います。